おはようございます。レイです。1月20日金曜日の今日は大寒です。二十四節気の一つで、現在広まっている状況では太陽高度が300度の時で1月20日頃です。寒さが最も厳しくなる頃ですね。コヨンビンランでは冷えることの至りけ、肌肌しき時なればなりと説明しています。そしてね、今日はね、この寒い時期にぴったりな甘酒の日なんです。日本の伝統的な飲み物でありまして、発酵食品である甘酒の良さ、美味しさを多くの人に知ってもらいたいと、1969年から瓶入りの甘酒を販売してきた森永製菓株式会社が制定しております。日付は、甘酒は疲れを癒し体が温まる飲み物として、大寒の頃が最も飲まれていることから大寒の日としたということです。実はね、この甘酒に関してね、こんなエピソードがあります。長野県佐久市にある蔵元きつくら酒造は、あの名優高倉健さんも愛飲していました。高倉健さんはね、平成16年頃から毎月1箱6個入りのパウチ詰めを注文しておりまして、平成26年に亡くなるまで飲み続けていたそうです。高倉さんとの出会いのきっかけっていうのは、東京支店長の井出太さんが平成4年に東京都渋谷区の洋服店で高倉さんと出会ったのがきっかけということです。高倉さんが服を購入して店外に出た時にサインをお願いしたといいます。心よく応じた高倉さんは名刺もくれたそうです。井出さんはその後、自社の大吟醸の一升瓶を抱え、高倉さんの事務所までお礼に出向いたそうです。後日、高倉さんから丁寧な礼状とサイン入りの写真などが届けられたそうです。交流を深めるうちに、高倉さんは実はお酒をたしまないことを知りまして、甘酒を送るようになったといいます。この他にも、このきつくら酒造のね、蔵元に行きますと、高倉さんとのいろんなエピソードを知ることができます。健さんのありし日を思い浮かべながら甘酒をいただきたいと思います。それでは皆さん、今日も良い一日を。